はい、どうも皆さんこんにちは。沖縄の大学生おしねです。今ここはね、琉球大学の東口を出たところなんですけど、今日は皆既月食の日ですか、なんかそういう、やつがあるんだそうで、それをね見に行きたいと思います。ちょっと見えるか分かりませんけどね。今日は5月26日かなですけれども、今日は、スーパームーン、1年間で一番、こう満月が大きい日と皆既月食が重なるというですね、なかなかない現象なんだそうで、全国的にね同じ現象が観察できるんだそうです。ニュースなんかでね、全国的に晴れ間が広がりますとかいう時って、沖縄県はその全国の対象外になっていることが多いんですけど、今回はちゃんとね沖縄県でもそれをね見ることができるそうですから、見ていきたいと思います。そんで今回ね、デジタルカメラを持ってて、デジタルカメラだとね結構月とかもね、なんかデジタルズームでそこそこ綺麗に、そんな一眼レフとかじゃないのでね、別にあんま綺麗ではないにしても、そこそこねスマホのカメラよりはちゃんと撮れるかなと思ったんですけど、デジカメのね充電器がどっか行っちゃったんですよね。だからカメラがつかないので、ちょっと残念ながら今日はスマホじゃねちょっと遠くが撮れないかなと思うので、このビデオカメラですね、中古で買ったね、ここかなり古いものになるんですけど、これでねお月様を見ていきたいと思います。さあ、やってきたのは琉球大学の東口からすぐのところにある糸釜公園という高台の公園です。琉球大学の東口はこんな感じみたいなね、そういう動画でもお伝えしたかと思いますけれども、こんな感じで、ね、綺麗に街を一望することができます。こちら側が西側の景色ですね。すごい夕日が綺麗でしょ。この夕日のちょうど真ん中ですね、真ん中じゃない、真反対ですよね、この何て言うんですか、太陽と地球と、月が一直線になるので、皆既月食になると、そういうことですよね。ですからちょうど日の沈んだ方向と真反対を見れば月が出ていると、そういうことになるわけです。残念ながら月は隠れているようでね、ちょっと明るいのが、確認できるかなぐらいで、なかなかしばらくの間はねちょっと見えませんでした。10分ぐらいね雲がかかった空を見上げていましたでしょうか。待っていましたらね、こんな感じで月がね姿を現しました。これがもう月食が始まっている状態ですよね。沖縄県はもう月の出っていうんですか、月が出る瞬間からもう月食が始まってると、そういうことでしたけど、ちょごめんなさいね、手がブルブル震えちゃってねうまく撮れないんですけども、いやこれ自分ではじっとしてるつもりなんだけどね、やっぱすごいズームで撮ってるからね、なんかうまく撮れなかったんですよね。まあ、でもこれがねスーパームーン皆既月食の、まだ皆既にはなってないけどもね、月食が始まったと、そういう状態ですね。これがまたしばらく時間を置いて撮った映像ですけれども、こんな感じでね、月が、確かにね何かの影になってちょっと赤っぽく光ってるのがお分かりいただけるかと思います。ちょごめんなさい、こうピントをねうまく合わせないと月が撮れないんですけども、アップして撮るとこんな感じですね。全然ねなんかこう天体望遠鏡とかではないのでうまくは撮れてないんですけれども、とりあえず雰囲気はお分かりいただけたかと思います。なんかね公園に行ったらね思ったより人がいてね、普通に密になっていましたから、私はちょっと人がいっぱいいるところからちょっと離れて撮ったんですけれども、すごいねなんかこう臨時電車が来る時の東京駅のホームの端っこみたいな感じで、たくさんね撮り鉄の人がいて、撮り鉄の人じゃなくて天体愛好家っていうんですか、わかりませんけどもね、月を見るのにガチ勢ですよね、いわばね天体望遠鏡とかすごい大きなカメラとかをね持って集まってる人がたくさんいました。ですから私もね結構いいところへ行ったわけですよね。そういう何なんですか、こうもう月見るのに命をかけてては、今命をかけてまではいないだろうけどもね、そうやって熱心に月を観察していらっしゃるそういう方たちとね同じような、ところで撮影したわけです。ちょっとごめんなさい、何回もね同じような映像ばっかですけれども、これ時間が経ってもですね、なんていうんですか、見る人が見ればねどれぐらい月食が進行してるとかそういうの分かるんでしょうけど、私には最初から最後までなんかずっと同じような状態に見えました。でこう赤く光ってるのは何でかっていうと、太陽とね月の間に地球が入ってるわけですけど、その地球のね大気圏とかを光が通った時に青い光が、吸収されて赤い光だけが残ると、そういうことでね、なんかこういろんなとこに反射した赤い光が、結局こう月を照らしていると、なんかよくわかんないけど、とにかくそういうことでいいんじゃないですか。私ちょっと文系なのでね、全然天文学のことはわかりませんけれども、とりあえずそういう認識で合っているようです。どういう状態がね皆既月食なのかよく分かりませんけれども、おそらくねこの状態がほとんど皆既月食みたいな、そういう状態だと思いますね。思ったよりね小さかったんですよ。
これ沖縄もそうなのかな、よくわかんないけれども、8時9分から皆既月食ということでしたが、この8時11分になりましたので、今ちょうど皆既月食の時間ということですね。ですから今この瞬間に見える月こそがまさにスーパームーン皆既月食その現象そのものだということですね。今ちょっとカメラが出たごめんなさいね、ちょっと今これアップするのにね時間がかかってうまくピントが合ってないんだけども、この状態がまさに皆既月食とそういうことですね。あれなんかどこ行っちゃった、カメラがね、すいませんね、これなかなかねうまく撮れなかったんですけれども、まあでもさいいですよね、あんまりいいカメラではないけれども、でもここまで綺麗にさ月撮れたらいいですよね。ちょっとスマホのカメラでも試してみたんだけど、スマホのカメラじゃなんかねあんまりうまく映りませんでしたから、いやなんかでも周りのね、なんか大学生みたいな人がそれこそ周りには結構いたんですけども、スマホでね写真撮ってる人も多くいましたから、まあスマホでもねやっぱいいカメラだとうまく撮れるんですかね。うん、私はこのカメラをさ手でじっと持つ才能がないので、才能っていうか能力がないので、なかなかねスマホではちょっとうまく撮れませんでした。こう私さあんまりこう星空をねじっと眺めるみたいな、なんかそういう趣味はありませんし、それこそさ沖縄の人がさ海をじっと眺めてるとさ一日だっていられるよねとか言うんだけど、私別にあんまりねこう一つのものをじっと見てるとかそういうのあんま得意じゃないんですよ。だからこうやってねなんだ空を飛んでるね米軍の飛行機を撮影したりとか、どうでもいいことにね気が散ってしまっていましたけれども、まあそんなこんなでねラジオを聞いたりしながら、30分40分だったかな、かなり長時間、耐え忍んでて別になんかそう無理をしていたわけじゃないですけどね、せっかくのこう貴重な瞬間を見ようと、空を見上げていたわけです。なんか完全な皆既月食になる前となった後の違いがいまいちよくわからなかったんですけれども、まあこの状態がね、見事に地球の影が、なんていうの、月に当たってるっていう。でもなんかさ、これ片側がなんかちょっと光ってるように見えてさ、なんか うまいこと月食になってない気がするよね。そんなことないのかな？これ沖縄だからさ、なんかちょっとずれてんのかなとか思ったんだけど、まあでもそんなさ、太陽と地球と月の距離を考えたらさ、東京と大阪、ごめんなさい、東京と沖縄の距離なんてそんなの誤差ですよね。よくわかんないですけどね。こういうなんかさ、天文のことに詳しいとなんかかっこいいじゃないですか。まあ別にかっこよくはないか。いやかっこいいですよね。なんかね、星について語れる人とかね、かっこいいですからね。まあ、少しはこう月食の仕組みぐらい説明できるようになっておいたらいいかもしれません。まあいくらね知識があったらかっこいいだろうとか思ってね知識を詰め込んでもね、知識を披露する友達がいなければね、それかっこいいことにはなりませんし、っていうかあんま人に向かってなんかさ知識をひきらかすのってあんまりかっこよくはないですね。すいません、なんでもないですね。ということで、まあそんなこんなで、しばらくの間、こうやってね月を観察していたわけですけれども、まあ普段ね最近あんま意識してねなんかこう月を見ようかなとなんてねそんなことはしていませんでしたから、こうやってね綺麗な月が見れてね、なんかすごいいい時間だったなと思います。おすごい、オスプレイがめっちゃ大きい、なんだありゃすごいな、なんかウルトラマンの世界線みたいですよね。はい、ということでね30分以上かな、1時間はいなかったと思うんですけど、長きにわたって月を観察しました。ちょっとなんかめっちゃ蚊に刺された、もう最悪です本当に。まあでもなかなかね綺麗な月食を見ることができましたのでね、あ、よかったと思います。次ね同じ現象が見れるのは12年後だそうですからね、うん、だって12年も経ったらね、私はもう31歳じゃまだ生きてるか、すいません、別にまだもう一回見る機会は、なんならあと2回ぐらいね見る機会はあるかもしれません。じゃあ、ありがとうございました。帰り道にね寄り道を済ませた後にちょっとこの映像を撮ったんですけれども、これが20分後ぐらいかな、完全になんていうんですか、こう月の光が戻ってきてますよね。まあこれがいわゆる部分月食の状態ですか。さっきのね映像、赤い月が本当にね月の光が隠れてたんだなっていうのがよくわかると思います。星ね星ね星ねチャンネル見てくれてありがとう。